あちらに見えるのが最新テクノロジーの発信基地マイクロソフトベースということなんですけれども、いや本当に大きくて、まあ、近未来的といいますか素敵な建物ですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。覚えています。藤谷と申します。よろしくお願いいたします。ここ素敵な建物ですね。はい、ここが小柳建設のカモオフィスになっておりまして、マイクロソフトベース新潟カモとしてスタートしています。あ、これ全体が社屋で、こちらは橋や道路の建設など大型の公共工事などを請け負う小柳建設という会社です。このカモオフィスが先月マイクロソフトベース新潟カモになったということなのですが、マイクロソフトベースっていうのはどういった施設なんでしょうか。はい、マイクロソフトベースというのはマイクロソフト製品を活用してデジタルトランスフォーメーションを推進していこうという日本マイクロソフト様の取り組みでして、マイクロソフトの最新テクノロジーの情報発信基地です。マイクロソフトベースは全国14カ所にあり、日本マイクロソフト社と連携する企業などが IT 化を意味するいわゆるデジタルトランスフォーメーションの事例や最新のテクノロジーの情報を発信する拠点のことです。先月29日小柳建設カモオフィスが新潟県で、そして建設業界の会社として初めてマイクロソフトベースになりました。例えば小柳建設もマイクロソフトの製品を活用しながら働き方を変容していっているところなんですけれども、そういった事例を地域の方々にこう体験していただいたり、それを学べるセミナーを実施したりですとか、そういった形で、地域の DX デジタルトランスフォーメーションを推進していきたいなと思っております。小柳建設ではマイクロソフトの製品やサービスをフル活用し、社内のデジタルトランスフォーメーションを強力に推進しています。その事例を地域の人々に紹介するため、オフィスの見学ツアーやマイクロソフト製品のセミナーを行うなどして、地域ぐるみでデジタルトランスフォーメーションを進めたい考えです。そのため、先月行われたマイクロソフトベース新潟カモの開所式では、小柳建設、日本マイクロソフト社のほか、カモ市と三条市との連携協定も結ばれました。ちなみに協定書はタブレット端末、紙は使いません。なぜこの建設会社とマイクロソフトがタッグを組むことになったんでしょうか。はい、ホロストラクションという事業があるんですけれども、日本マイクロソフトさんと協業で開発をさせていただいておりまして、そのご縁で、こちらはマイクロソフト社が開発したホロレンズ。ゴーグルのようなディスプレイに文字や画像など様々なものを映し出すことができます。小柳建設では建設会社の作業効率を上げるホロレンズ用のアプリを日本マイクロソフト社と共同開発し、ホロストラクション事業と銘打ち展開しています。なんか道路の奥に、なんか何ですかね、土地が見えます。まさに近未来、 SF 映画のような世界が目の前に。これもしかしてこの小柳建設の社屋ですか。はい、鴨市の小柳建設が進めるデジタルトランスフォーメーション、ホロストラクション事業を体験します。できます。よいしょ。はい、それでは今から建物を出していきます。これは出るんですか。はい、建物が出てきました。あ、私の目の前に、これもしかしてこの小柳建設の社屋ですか。はい、こちらのカモオフィスのモデルになります。建設業界では設計段階でこのような模型を使って打ち合わせをするのが一般的です。高層ビルを建てる場合、模型を作るのに数百万円もかかることがあり、このホロストラクションの技術によって経費削減を実現しました。それではこの建物を1階だけにしてみます。はい、2階と3階の部分がなくなって1階だけになりましたね。はい、1階だけの部分です。
近づいてみるとこの上から部屋が見える、丸見えですね。だから本当に丸見えですね。はい、例えば、まあ、このお部屋あると思うんですけど、ここをもう少し広げたいってなったら、はい、打ち合わせの段階でもすぐに変えられるというイメージですね。そうです、その場ですぐに変えてご提案できる。建設前に完成形を完璧にイメージできるため会議がスムーズに進むといいます。操作も近未来、手をかざすと目の前に操作パネルが出現します。さらにこんなことも、近づいてこう頭を入れていただくと中も確認できます。お邪魔しますって感じです。本当にもう頭を近づければ建物の中に、こうやって自分がこのなんか室内に入ってどんな感覚なのかとか広さなのかとかそういうことも分かりますね。なんか本当に完成した建物の中に入ってるかのような感覚というか。あ、ここか。あ、はい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 、あ、階段、はい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 、あ、ちょっと周りから見たら気持ち悪いと思うんですけど、僕はちゃんとこの小柳建設の中を今見学させてもらってます。あ、階段か、はいはい。東京など遠くにいる人と同じものを見ながらリモート会議ができるため移動時間も大幅に削減。いいことづくめのホロストラクション事業は小柳建設自社で活用するだけでなく同業他社にもサービスとして提供しています。この建設業の働き方をより効率的にかっこよくしていきたいという思いが、理念が私たちの会社にはありますので、そこに向かっていきたいという思いでさせていただいております。小柳建設はマイクロソフトベース新潟カモとして建設業界と地域のデジタルトランスフォーメーションをリードします。